エディックスは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、トールワゴン型の乗用車である。7代目シビックをベースにした6人乗りの2列、シートミニバンである。3倍にという3席2列の、全座席独立シートとなっており、シートは6席とも独立していて、全席リクライニングでき、全3席と、後席中央はスライドできる。全席中央。 後席中央は大きく交代できるようになっていて、それぞれを実質1.5列目、2.5列目と言えるさらに全中央席を最大限後方にスライドさせることによって、助手席、中央席両用の大型やバッグの干渉を回避し、全中央席にほとんどすべてのチャイルドシートを安全に取り付けることを可能にしている。他にも、 ルームミラーの位置を運転席寄りにするなど全席に3人乗った状態でも運転しやすいように工夫がされている。シートの配置からすると5ドアトールワゴンとも言える。スタイルは同クラスのストリームと比べ全長は 200mm 以上短い 4285mm で、車幅は 1795mm と広く3ナンバーとなる。エンジンは発売当初は D17A 型1 7リットル、サイチェ c ビテックと、K20A 型2 0リットル d o h c アイビテックの2種類で、後に、K24A 型2 4リットル d o h c アイビテックが追加された。トランスミッションは、全車 AT のみの設定、2 0リットルの FF 車と2 4リットルが5速で、2 0リットル、 4WD 車及び1.7リットルモデルは4速となっている。欧州向けには、本大フ RV という名称で、日本から輸出され、本革シートの設定もある。また、欧州市場の需要に合わせて、日本国内仕様にはない6速 MT や、N22A2.2 リットル I、クトでディーゼルエンジンを積んだモデルが用意され、マイナーチェンジによって、 1> r 1 8 a 1 8リットルアイビテックを積んだモデルも用意されていた。2004年以降箱根駅伝の運営車両協力にホンダが名を連ねており、2005年は運営管理者に使用された。前期型では 17X が1 7リットルという異例の中途半端な排気量であったこと、3倍にというコンセプトが日本人の生活スタイルには合わなかったこと、 さらに後期型では2.0リットル、2.4リットルと重量税、自動車税が割高になってしまうこともあり、ユーザーには受け入れられず、販売は低迷し、結果的に1台限りのモデルとなったエディトスからの造語、6人乗りで様々なスタイルを編集して楽しめる車との願いを込めて名付けられた。同様のコンセプトは、日産、ティーノや、 フィアットムルティプラにも見られた。ただし、エディックスと異なり全席独立ではないただし、全席中央は角度が浅く、後席は三席とも2段階。ありがとうございます。